プロスピエース、はい、ということで今日はですね、自宅からっていうところでちょっと忙しいんでですね、なかなか、スタジオに行けないっていうね。だから今日はCG でグリーンバックじゃないんですけども、あとソーチェックのコーナーと一緒ですけども、ここはトイレではありません、部屋です。壁紙がツートンになっているっていうだけでね、トイレではありません、はい、ということで今日はね、プロスピエースシリーズ2、シリーズ2ですよね、シーズン2じゃないです、シリーズ2、シリーズ2に完全移行というところで、今まで集めに集めた契約書開封していきたいと思います。今日はですね、貯めるに貯めたゴールド契約書、そして一部の 30% 契約書、期限が迫ってるやつをね、開けていきたいと思います。さあ、佐々木に運があるのかどうかね、映像と動画 CG じゃないんでシャッフルできないですけど、皆さんお楽しみください。さあ行きましょう。さあまずはゴールド契約書ね、10枚からいきます。まあ、S は欲しいですね。全部でね、30枚ぐらいあるような気がするんだよな。さあ、レッツゴー。おっと、何もないよ。飛びもしない。光れ。お、カットイン。ほら、これ奇跡のオール B っていう演出じゃないの？こっから、からの、エスコバースパンジェンバーグ、梅野、内田、メルセデス、戸郷、はい、オールビー、残念。ふぅ、まあまあ、まだいっぱいあるからね。さあ、行きましょう。さあ、さらに10枚。レッツゴー。さあ、飛んじゃって、紙吹雪からの、脳演出。お、ちょっと点入ってるよ。お、これ最低 A は来る？カットイン。最低 A は来る？パターン？さあ、さあ、おわ、割れない。石川、杉浦、上本、祖父江、タイトルおめでとう、若月、堀、安田、もう一回り大きくなれ、からの山本、OK、増田、ジョンソン、いいね、山本ね、OK、いいね、昇降できるね、初の昇降チャレンジ、近日公開です。はい、さあ、まだまだある。ゴールド契約書。さあ、脳演出？これも A は確定ちゃう？光って、カットインからの割れろ。くー、森下、石川、今宮、来い、西川、相沢、大貫、川野、小涌井、森脇、堀江。まあでもいいね。西川のポスティング容認球団から、されたんで、ひょっとしたら、ワールドスターになる可能性あるんでね。さあ、もうあと2枚。2枚しかない。2枚じゃ来ないか？どっちか当たれ。奇跡の。B か？B か？与座？まあ、というわけでね、ここまで。まあ、山本はね、称号とか、あとタイトルホルダーでも出るんでね。あと、西川は、来年、仮にメジャー行けばワールドスターで出るっていうね、そこまで A をしっかり大事に持っておきましょう。まあ、でも S がね、当たんない。残念っていうところで。まあまあ、でもいいでしょう。さあ、続いて、この 30% 契約ガチャ。打率3割。結構高いよ。さあ、ブル、うわ、何もない。カットイン。何もない。割れろ。なあ、ギャレット。なんかギャレットがいいらしいんだよね。さあ、この 30% 契約書いこう。もう一回。S 一回も出えへんとこあんの？来い。来い。和田、日本シリーズ頑張れね。まあでも和田もいっぱいある、 A が S 持ってないけど。さあ、 10% がここに来て当たったりしないの？
カットインからの割れろ、くー、お、栗原日本シリーズ大活躍。テレビ CM 放送記念10連プレゼントスカウトね、金本さんと新井ちゃんがやってる CM です。ダブルプレーになっちゃうっていうね、あの CM ですけど、無料。まあここまでゴールド契約書、しかも 30%10%、 S が1回も出てないから、ひょっとしたら来るかもしれない。さあというところで、 S ね、欲しいの、まあ欲しいのは選択契約書でも迷ってる山川で、ビシエド、オリックスの山岡、そして吉田正尚、まあ極みにできるからマッチ欲しいかな。この5人のうちの誰かが来てほしいっていうところで、 S は1人当たるからね、しかもシリーズ2だから、この5人、さあレッツゴー。おーっと流れ星、投手君絶好調からのからのボールからの、お、当たれ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 、2個いいね、2枚か、2枚あんのか、西田、ウィーラー、お、来た、メルセデス、メルセデス、いいのか、広沢、お、中地、お、待てよ、お、ギーダ、お、いいね、石川、ウィーラー、ウラシャー、2枚引きだ、来い、吉田ギダ、吉田ギダ、いいね、メルセデスと、あとギータの極みできる、しかもタイトルホルダーでも出るから、あとベストナインとか、吉田、5分の1、いえ、当たりました、やったね、すごい、すごいっしょ。ゴールド契約書でついてなかったから、ここで盛り返すっていうね、いい形です。今後はですね、また S 契約書とかしたいと思いますけど、ちょっと日本シリーズのこぼれ話、最後に。まあ今日ね、日本シリーズ先発、ジャイアンツがサンチェス、でホークスが、ムーアっていうところで、まあ、あのなんか巷では、あの2005年のロッテ対阪神の334っていうのがなんか話題になってるらしいですけど、あのまあどうなるのかねっていうところはありますけど、まあね、ここまで来たら、まあ、どうしていくのかっていう戦いありますけど、まあこれがね、多分動画出てる時にはもう試合始まってると思いますけども、皆さん日本放送佐々木解説してますんで聞いてください。これから福岡に向かうんですけども、まあサンチェスがね、どうだろう、7時15分、もう3回は終わってるかな、3回0点で今 Now 抑えてれば勝機ある。だからこの3回今現時点で1対0で巨人が勝ってれば今日勝機ある。そして菅野が中4日で、木曜日登板してくると思うんだよね。でそしてそこでも勝って、カースイで1回どっちか勝って、菅野で勝って流れを変えるっていうことができればジャイアンツにも勝機があるのかなと思いますけども、先ほどね A の栗原聞きましたけども、ホークスは栗原が大活躍っていうね、1、2番、周東はあんまりランナー出ずね、1、2番機能してないのに、柳田がチャンスメイクしたりとか、フォアボールで出たランナーをクリーンアップが返すとか、で柳田チャンスメイクして栗原返すとか、下位打線のデスパイの DH が絶好調みたいなね、打線のどこからでも点が入るような形になってましたけど、まあ、それをね、打ち破りにはジャイアンツ、やはりまあ岡本のね、一発っていうところで大きく流れを変える必要があるのかなと。あとあのソフトバンクの先発のムーアがね、どっちかっていうとフォアボール少なくどんどんストライクを取ってくる、投手なんで、まあ、ここね後手後手に回ると打てないんで、もう初球からしっかりタイミングを合わせて、もう低めの変化球振ってもいいから、ストレートをねしっかり引っ張り切れるっていうねタイミングで増したいかなと思いますね。まあ、今日負けたら本当に崖っぷち。2020年日本シリーズどうなるのか、今日福岡ペイペイドームっていうか、今どうなってんのみんな、今はまだ分かんないけどね、俺は。でもここでね、どういう戦いになるのか注目したいと思いますけども、今この動画が出た現時点で1対0でジャイアンツが勝ってればジャイアンツ勝ちます。もしかしたら大量得点あるかもしれない。皆さんどうなってますか？明日水曜日、頑張ってですね、試合終了後動画を撮って、お昼過ぎぐらいには、第3戦の総チェックしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。というところで、今日はプロスペース契約書大開封、ゴールド契約書には全く運がなかった、 30%、10% には全く運がなかったけども、テレビ CM 記念無料ガチャでは本命の吉田正尚聞きました。それでは日本シリーズ楽しんで。